guys, my name is Tsuki. Welcome to my channel. Give me a big like and don't forget to subscribe. はい、本日の動画は広告動画となっております。先日ね、 YouTube コミュニティで近々広告動画が上がりますと投稿いたしました。皆さんね、何の広告動画か予想してみてねって言ったんですけど、はい、今日は答え合わせの日です。果たして合ってる人はいるかな。ドキドキ。結婚したのか俺以外のやつと平田茜さん、もう名前言っちゃうからね。結婚はね、残念、ブブー、結婚はしません。はい、アメリカに移住とか、あ、アメリカにね、移住ではございません。あのコミュニティでね、投稿した写真がシンガポール旅行の時のね、写真だったので、海外移住かなって思われた方ね、残念、ブブー、海外移住ではありません。バリバリ日本にいます。彼女できたとか。なるほどね、彼女できたら報告した方がいいのかな。広告動画です、彼女できましたって言った方がいい、みんなってことはね、今はいませんので報告はしませんよ。大丈夫です、みんなのためにね、取っといてるんで。月振りです。はい、寂しいです。はい、海外の方と ASMR コラボしたとか。なるほどね、コラボ動画ではありません。ブブー、残念。いろんなね、予想があって面白い。ワーホリとかですか。ワーホリでもね、ないです。日本にいるんでバリバリ。結婚おめでとう何、ご報告って結婚報告じゃないとしちゃいけないの？広告動画って結婚じゃないよ。めっちゃフリーなんだけど、めっちゃ寂しいんだけど。はい、彼女できたとかですか。みんな彼女できてほしいの、俺に彼女はできてないです。はい、残念。いいお値段するマイクを買いました。なるほどね、マイクでもないです、残念。マイクね、いいお値段するマイク今度買いたいな。マスク取ってから美酒爆発しすぎてやばい。え、結婚ありがとうございます。そう、マスク恥ずかしいけどね、これからも撮って動画撮っていくのでね、慣れてください。結婚ではございません。はい、嬉しいです。美酒爆発とか、おせちでも嬉しいので、これからもコメントください。ありがとうございます。ついにイベントか。イベントやったらみんな来てくれんの？わかんないけど、今回はイベントではございません。はい、就職、あ、就職ではございません。新年度ね、今回大学院1年生になりました。大学卒業して大学院1年生に、ね、なりました。はい、結婚報告ですね。結婚ではございません、すいません。グッズ販売、お、グッズはね、ブブー、残念。グッズはね、販売は しませんね。したらみんな買ってくれんの、グッズとか。はい、留学とか。あ、留学でもね、ないです。日本にいます。ホームステイとか、ホームステイでもございません。別荘買いました。別荘も買っていません。はい、ね、近い答えがね、一つありました。正解に近い答えがね、うすうす気づいてたかもしれないんですけど、今回ね、お引越ししました。パチパチパチ。お引越ししたんですけど、実はここ太陽と同じ物件の部屋に引っ越しました。パッパパパパチパチパチどんだけ仲いいんだよっていうね、ツッコミありがとうございます。
実は4月からお引越ししまして、太陽と同じ物件の別の部屋にね、引っ越したんですけど、なのでね、より ASMR が撮りやすい環境となりました。ちなみにね、全く同居はしないのでね、別々で暮らしますので、そこはね、違うんですけど、太陽と同居っていうのが一番近いかな。お引越しっていうね、ご報告でございます。一人暮らしをね、太陽と同じ物件の別の部屋でね、することになりました。ここね、太陽と同じ、物件なのよ。今度、サクッとルームツアーでもしようかな、わかんないけど。ちょっと恥ずかしいからするかわかんないけど。引っ越しでね、バタバタしてて、ちょっとね、動画の期間空いちゃったんですけど、無事、お引越しが完了いたしました。3月末にね、台湾から帰ってきて、急いで引っ越しの準備をして、今ね、新生活を迎えています。そうそう、コメントとかで、台湾地震大丈夫でしたかってコメントいただいたんですけど、台湾地震がね、起こった日にちとは重なってなかったので、私は大丈夫でした。ただね、現地の方とか、沖縄の方とかはね、皆さん大丈夫ですか？台湾お邪魔したのでね、いい国だったのでね、またね、お邪魔したいなと思うんですけど、皆さん、地震は大丈夫でしたか？ちょっと心配なんですけど、月はね、大丈夫でした。皆さんご心配おかけしました。今回はね、広告動画、なんと、引っ越しをした。しかも、太陽と同じ物件ということで、びっくりした、みんなと。結構、個人的にはね、ビッグニュースなのよ。太陽と同じ物件なの？みたいな感じなんですけど、相変わらず友達いい関係でね、これからも仲良く YouTube やっていければなって思います。ということで、今回の動画は以上で終わります。皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。おやすみなさーい。バイバーイ。